旗にもね、スミレ屋の旗にもありますけれども、小さな文化の発信地っていうことで、27年前にオープンしました。なので、いろんな方が、地元の方をはじめね、近隣の方に、大勢の方に来ていただいて、で地元の作家さんにも頑張って、いい仕事していただきたいと思う、そういう思いで始めました。なるほど、27年前からそういう思いがあった。そうです、一番最初にちっちゃな文化の発信地でありたいっていうね。でね、ちょっと大げさかもしれないけど、見えてくださるたびに、なんかちっちゃな玉手箱をね、一つ一つこう開けていくような、そういうね、楽しみを持って帰っていただきたい。ここでだからギャラリーと、それからカフェと、お店屋さん、花屋さんで、で全部合わせてスミレ屋。なるほど、なるほど。ギャラリー、スミレ、カフェ、スミレ、フラワーショップ、スミレ。もう開設っていうか、オープン当時もなんかお花屋さんだっていうふうに言ったんですけど。ですから、その3つ合わせてスミレ屋というふうにね、したんです。宝箱と、それからコーヒーと、そしてお花屋さんということで。眺めと。眺めもね。眺望はね、そうですね。美しがさから八ヶ岳まで、晴れた日の富士山も見えてます。2年前にノリコ、娘ですけれども。次期店長さんとか。託しましたので、はい、今度これからよろしくお願いします。了解しました。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。すいません、最後にお名前お願いいたします。あ、清水ゆきえです。のりこです。のりこさん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネットスープと申します。はい、今ここ長野県は東御市、はい、スミレ屋さんというカフェに来ておりますが、はい、このギャラリー、これは何なんでしょうか。ここはスミレ屋さんのギャラリーで、大体1週間ごとで、作家さんなどがいろんな作品展示したりするんですけど、私は今回隣に花屋をオープンするので、今回オープン企画ということで1週間お帰りしてます。なるほど。自己紹介お願いいたします。はい、ありがとうございます。アトリエロペコっていう花屋を9月4日に隣のスミレ屋さんのお隣でオープンします。来週からですね。あ、再来週ですね。はい、なるほど、はい。オープンにあたって、はい、ここ、ギャラリーで、展示してると思うんですけども、なかなか素敵なその、はい、花束っていうんですか、はい、アレンジメントと花束、はい、ありますけども、こういうことが好きなんでしょうか。もともと花屋に長年勤めてまして、はい、はい、一番最初は千葉出身なんですけど、私、はい、千葉県でも花屋にいて、あとはその後東御市に結婚を機に越してきまして、その後、はい、上田市にある花屋に10年近く勤めまして、で今回独立っていう形で、もう花大好きで、お花の良さを皆さんに知っていただきたくて、はい、やり始めます。まあ、お花をこう愛する人は、素敵な人がいるっていう話なんですけども花の良さっていうのはどんなところにあるんでしょうか。花の良さは本当にもう本当にたくさんの種類もあるんですけど、やっぱり生きているものなので、その時その時で美しさだったり、もうこの感じ方が違うんですけど、それをやっぱり見てると、皆さんそうだと思うんですけど、もちろん癒されるし元気ももらうし、それがやっぱり生活の一部にあるとないとじゃ全く違うので、それ花を見て癒されてほしいっていうところと、はい、そんなところ、私は花に元気もらってます。なるほど、はい。ここスミレ屋さんはなんか以前にも花屋さんは
すぐ隣で、はい、一緒にやってたっていうのをお聞きしたんですけども、あのオーナーさんが一番最初お花屋さんとカフェとこのギャラリーと同時に始められていたので、はいはいはい、であのそのお花屋さんは数年であの辞められて別の店舗さん入ってたんですけど、はいはい、その後また空き店舗で空いてたので、今回私がまた花屋でっていうことでやらせていただきます。そういう意味ではチャンスということですね。あ、そうですね、ありがたいです。すみれさんだってあのお花屋さんということですごくなんか歓迎されてるんじゃないでしょうか。あ、そう言っていただいて、オーナーの方もあの喜んでいただいて、はい、歓迎していただいてます。まあ、お花と食べ物がこうコラボするっていうことに関してはどうでしょうか。はい、うん、あの結構そのカフェでゆっくりされてお花も選んでっていうのはすごい素敵なことだなって以前から思っていたので、あのカフェの隣でできるなんて本当一番最高な環境で、はい、嬉しいです。なるほど。はい、お花といえばどんな時にこう送ったらいいんでしょうかね。お花ってやっぱりあの、はい、お誕生日とか記念日に送る方はたくさんいると思うんですけど、でもそうじゃなくて、はいはいはい、何でもない時にふと、はい、本当に奥様だったり大切な方に何でもない時に送るのが一番、うん、わーって喜ばれるんじゃないかなと思います。切り花とはまた違うの？そうですね、お庭にだったり自然に咲いてるものは、はい、やっぱり自生であの外で咲かせる美しさがもちろんあって、うん、私はまあ切り花を専門でやりますけど、うん、これはやっぱり切り花として売れるように生産者さんが作っていただいているものなので、まあ、それぞれの楽しみ方っていうことだと思います。お花の魅力っていうのはどんなところにあるんでしょうか。花の魅力は本当もちろんその元気をもらえるっていうところと、うん、あとやっぱりその気持ちがその落ち込んでる時も悲しい時も、うん、それでそういう人を祝う時も、うん、全てに花があれば癒されるし喜びも倍増するし、うん、だから気持ちに寄り添ってくれるのがいいところだと思います。いいですね、気持ちに寄り添うっていうのは、はい、楽しい時も悲しい時も、そうですね、悲しい時もやっぱりお花ってでもその人が見れば少し和らいだりとか、でも嬉しい時は倍増するし、なるほど、うん、その時その時で、うん、はい、受注生産っていうか受注生産メイン、受注っていうか、そうですね、切り花を置くんですけど、うん、まあ、注文はオーダーメインでやらせてもらって、はい、切り花もあのもちろん仕入れますけど、あとはドライフラワーだったりとか、うん、お花で作った商品置いていく感じです。はい、将来お花屋さんはどんな風にやっていこうと思っていますか。うん、いや、そうですね、まだちょっと始めるにあたってどうなるかが手探り状態なんですけど、うん、なんか派手に大きくやるというよりは、うん、ゆっくりでいいから皆さんがこう花とゆっくり触れ合う時間だったり、ちょっとずつ楽しむ時間っていうのをできたらいいなと思うので、本当一本でもっていうところから、うん、はい、それを皆さんに広めていけたらいいなと思います。じゃあ最後に、はい、それちょっと告知していただけますか。 ありがとうございます。9月4日にオープンします、アトリエロペコです。4日5日がオープンイベントで、ちょっとご来場者の方にお花のプレゼントだったり、ここスミレアさん の私のところで3000以上のお買い物でスミレアさんのコーヒーを、無料で1杯差し上げたりということをさせてもらいます。で今後はあの私のところでロペコでレッスン、はい、あとロペコでワークショップ、ロペコでフォトって言っていろいろレッスンだったりワークショップだったり、あと写真が撮れるスペースっていうのを、うん、あの今後ちょっと作っていって、お花と一緒に写真を撮ろうっていう場所をレンタルさせてもらうので、はい、名前の由来はどうなんですか。ロペコの由来はあの私息子が2人いるんですけど、はいはい、上の長男がアイタロウっていう名前で、アイタロウさん、はい、はい、アイタロウのロウ、はいはいはい、で次男が銀ペイって言います、はい、銀ペイのペで、私あやこって言うんですけど、はい、私の子とあと主人が公平っていうので、みんなの名前が入った名前です。あ、はい、なるほど、ロペコです。ロペコ、はい、まあ、家族のその思いが入ってるという、そういうことなんでしょうか。はい、ぜひ希望に向かって頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。